どっち向きがいいけ。Like a love song, baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking. It's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder, harder, harder for me. Oh, harder for me. Maybe we're over it, or maybe just lovers. 'Cause under the covers, baby, you're showing me how to be fearless so no one can hear us. You're throwing the pillars through the floor. Now put your loving, loving, loving on me. Eh, hey, loving on me. Maybe you won't see me get emotional. And sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you like. ようやく設営が終わったんですけど、ただいまの時刻8時36分。今からご飯の準備をします。そうですね。無理やり、もう一発に最後に上がった。もういい感じ。あ、なにこれ、すごっ。違う、これハンズマンでさ、買ってた。あの、ガラクタ1で。どうやって切るの？だから、ハサミだ。そんなん言うてられない。言うてられない。わ、なんじゃこれ、すごい。アルミホイルなの？アルミホイル、なんかバーベキューとか、その、汚さずに使わなくて。なんか急に声のトーンが下がったね。なんか自分の大声だっていうのに気づいたね。人がいた。あ、そういう風にできるんだ。いや、できるのかな。あ、やってみた。そうそう、それで二人になるわけね。そう、あ、なるほど、そうだね。まあ、あえてこのバーベキューっぽくしてるんじゃなくて、蓋を忘れた代用品がこれだったってことね。いや、バーベキューっぽくしてる。あ、そう。じゃあ、焚き火コーナーでご飯を作ろうと思います。ちょっと標準語っぽく言ってみた。火をつけていきます。100均のさ、この固形燃料でも結構いい感じだよね。全然よっしゃ。これであとご飯ができるのを待つだけ。キャンプしてますっていうなんか絵になってる。キャンプしてますって。うん、でも先に飲むね。乾杯するね。ね、飲みながらの方がさ、うん、そうしよう。なコップコップなんだな。よし、そしたらこのままで。はい、じゃあ乾杯。おいしい。冷えてる。冷えてる。果物ナイフ、はい、もうさ、そんなに切るものなかったから、うん、これでいいかと思って持ってきた。おとろしい、おとろしい。キャプテンスタッグのさ、うん、そのキャンプ用の椅子ってさ、うん、うちもう10年ぐらい使ってない。あ、そうなんだっけ。だって子供が保育園の時、小学校に入ってからだったりだったの。
なんでこの色買ったんだ。わかんな。いいね。いい感じに焼けてるよ。いい焼け花がついてきてる。そうだね。ちょっと油が重い。わあ、すげえ、なんかちゃんとっぽい。美味しそうになってきたね。うん。ああ、やっぱり夜だからなんかピントが甘いな。非現実。うん。わあ。ちょっと落として落として。ちょっと待って。なんか音がしたと思ったら。タヌキ。タヌキタヌキ。え、なんで？今何を見てるとこ？今が何をしようとしてるとこ？なんで登ったの？どうした？で上にまだ登る。ええ、なんでまね？どこまで登る？なんか勢いつけてるのかな？そして？からの？飛び降りようかどうしようか。え、まだまだ行くの？やっぱり降りてみようか。何を考えているんだろう。なんか動きがうちの犬にそっくりなんだけど。そう、本当に似てる。あれ食べ物だと思ったのかな。ねえ、逆にこいつのいつも寝てるとこに俺らがいるから困ってんのかな。ねぐらねぐら。あ、降りた降りた。あ、やっぱりなんか食べ物だと思ってるよ。あ、匂いもするしさ、うん、あ、でも出すかも。ビレットも全然大丈夫だ。逆にコツを掴んだらなんかいいんだな、ね、スキレット温度さ、そんなすぐ冷めないじゃん。そうだよね。熱は、うん、じゃあ、あげます。ハンバーグピラミッド。煮汁はそのままで、うん、ちゃんとニンニクを炒めます。ソース作り。はい、ソース作りに入ります。このソース作りね、結構俺もうまい。うん、そうなの。それから学んだ分もあるからね。そうだ、うん、俺の適当ソース作り。いろいろ入れるのね、やっぱね、うん、適当に作るけど結構味、うん、まとまってうまい、ね、まとまる。では通用しないよ。あ、そうだ。トマト缶。ああ、びっくりした。ビール2本目かと思った。なんかビール飲む暇がなくなった。うん、塩コショウを入れます。はい、お、出た。何出た。目分量。もちろんみんなそうだよ。そうなの、うん、みんなそうだよ。そんなお、出た。ソーミシャンタン。はい、ソーミシャンタン絶対俺のアイデアパクってるでしょ。なんで、私が買ってたじゃん。あ、だったっけ。私はこれはよく使うんだよ。うん、これがあれば何でも。もう隠し味だよね。まとまる。装備シャンタンいいよね。いいね。うん、はいはいはい。すげえ。煮込みハンバーグでございます。うわ。うわ。あと1個入れられると思います。ギリいけるかな。どうせ数でしょ、だってハンバーグの。うわ、完全に、すごい、これハンバーグの地獄だよ。本当だね。うん、地獄風呂。すげー。
しまった、ご飯ひっくり返すの忘れてた。え、ひっくり返さないといけないの？うん、蒸らすの。あ、そうなんだ。うん、あ、こぼれそう。ちょっと斜めってるから。あー、ほんとだ。怖いです、これは怖いです。もう食べれる。うん、もう食べてもいいよっていう感じかな。それ何？バジル。あ、バジル、うん、おしゃれやな。よっしゃ、オッケー。一旦じゃあいい？はい、開けてみますね。オープン。おお、ちょっと混ぜてみて。あ、ちょっと硬いかも。やっぱり蒸らさないとダメなんだ。あ、違う、全然硬いんじゃない？うん、全然硬いよ。まだ多分芯が残ってる。はい、じゃあいただきます。はい、いただきます。これは予想外だった。決まらないでしょ。私は僕によし、醤油でもいいわ。うん、今日はこのソースがあるからソースを使うだけで、うん、
このアルミの蓋大活躍じゃん。だから本当これいいよね。何でもなるね。なる。皿にも蓋にもなる。そう、美味しそう。ちょっと塩コショウお風呂。うん、いいですね。半熟がいい。卵、黄身、ちょっと半熟めでいい。おいしそう。お、昨日のソースをかけて。すごい出来上がり。わ、おいしそう。はい、キャンプのご飯だね。いただきます。どうぞ。面白くない。あ、おいしい。ソースと合ってる。うん、合ってる。へえー、すごい。どうですか、お味は。めっちゃ美味しい。合うよね。うん、卵とソースいいんだけど、またこの朝でさ、気持ちがいいこの天気とさ、うん、温度と、基本的にもちょうどいいかもね。うん、半袖でもそんな寒くない。うん、ほんとこれにパンかご飯が欲しかった。うん、あ、パンだな。ねえ、パンでもいいよね。うん、今日快晴で、雲一つないよ。本当だね。もうちょっとなんかこうコンパクトなキャンプをしたい、ね、でもそれは無理だと思う。なのかな、うん、結構準備かかるよね。かかる。だって持っていかなかったら持っていかなかったで不便だもんね。うん、美味しかった。よかったね。うん、本当に美味しかった。全部ソース使えばよかったみたいな。うん、持って帰るかな。持って帰るの。うん、持って帰る。あと上のこのハンバーガー、ハンバーガーじゃない、ハンバーグがあるから。ああ、なるほどね。よし、じゃあもう片付けましょうか。はい、入りましょう。ちょっとゆっくりしてから。うん、はい。じゃあそれではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。軽っ。